こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウォン、ドルレートでウォン安が6日連続で続き、ウォン安を止めるためスワップを結ぶしかないと主張しています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。18日、ソウル外国為替市場で、ウォン、ドル為替レートは、前日より 2.2 ウォン上がった 1245.7 ウォンで取引を終えた。終値基準では、2010年6月11日、1246.1 ウォン以来、最も高い。韓国ウォンの価値がそれだけ落ちたのだ。為替レートは、11日から6営業日連続で、55.2 ウォン上昇した。今月17日に1日だけで 17.5 ウォン急騰した。政府は安全資産の傾きが激しくなると18日に市場会場前外貨流動性対策を発表した。国内銀行先物為替ポジション限度を 40% から 50% に、外国銀行の国内支店は200% から 250% に拡大することにしたものである。銀行の自己資本対比先物為替純資産比率を高めれば、銀行は外貨資金保有規模を増やすことができる。それだけ市場に供給することができる外貨も増える。このような対策が出され、為替レートが1230ウォン台半ばまで下落したが、コスピ指数が1600ラインを割るなど、株式市場が下落を見せると、為替レートは再び上昇した。この日のコスピ指数は、前日より 81.24 ポイント 4.86% 下落した 1591.2 で取引を終えた。2010年5月26日以降、最安値だ。コスダック指数も、前日比 29.59 ポイント 5.75%下落した 485.14 で取引を終えた。2013年12月19日 484.17 以来の最低値だ。外国人投資家が国内株式市場からの資金を引き出し、海外に送金して、ウォン、ドル為替レートの上昇圧力として作用している。外国人は国内株式市場において10日連続の売り越しを継続した。さらに、外貨資金市場内のドル調達コストが高くなったことも、為替レートの上昇を煽っている。米国や欧州など、海外の証券市場が暴落し、これに関連した株価連携証券 ELS を販売した証券会社が、マージンコール、証拠金を追加納付通知に直面し、外貨資金市場では、ドルの需要が急増した。市場でも、先物為替ポジション限度拡大も、一定部分の効果はあるだろうが、より直接的な流動性供給や韓米通貨スワップ締結が実質的な対策にならざるを得ないと指摘する。ハ・ゴンヒョン新韓金融投資研究員は、四半期末の今月末に投資家の資産再調整があるはずだが、この時再びドル需要が集中して為替レートの不安要因として作用するだろうとし、政府がドルを直接供給したり、基軸通貨国と通貨スワップを締結するなど、2次、3次のドルの流動性の安定対策を先制的に準備しなければならないと述べた。これと関連し、キム・ソンウク企て宝部国際金融局長は、外貨準備高を活用して、スワップ市場や金融機関がドルを貸すこともあり、量的な物量供給のほか、複数の選択肢を事前に準備していると予告した。市場では、追加対策として2008年に稼働した競争入札方式スワップ取引や中小企業の輸出金融支援などが再開されるか注目する。すべて韓国銀行が保有して、外貨準備高の一部を国内金融機関を通じてドルを供給する方式である。企て宝部の関係者は、外貨流動性の問題を見ながら段階的に対策を出すだろうと述べた。政府は G20 主要20カ国加盟国間の通貨スワップ締結にも期待をかけている。これと関連して、
G20 議長国であるサウジアラビアは17日、現地時間、来週中 G20 首脳会議の開催を招集することにした。政府は、会議が開かれる通貨スワップ締結を正式提案する計画だ。それでは、ネットの反応です。通貨スワップ?冗談だろ?韓国は反米親中なのに、なぜ、米国が、韓国と通貨スワップを結ぶ?日本もそうだ。反日なのに、それをする理由がないだろ。外貨準備高4000億ドルというのは確かなのか?外国人が株を売るからと、なぜこうも大騒をするのか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。